市長は県内の大会会長である、横浜商工会議所副会頭川本盛彦様からご挨拶を申し上げます。皆さんこんにちは。今日は311を忘れないこのもとに黙祷を捧げるために多くの方にご参照いただきました。ありがとうございます。早いもので5年の年月が流れようとしております。数多くの方が犠牲になられました。そしてまた数多くの方が未だ行方不明、さらには大変多くの方の傷がまだ残ったままであります。私どもはこの3月11日を忘れてはなりません。3月11日この日の意識を高め、そして私ども自らが防災そして減災、こういったものへの意識を高めていく、これが非常に大事であります。今日のこの黙祷の集いといいますか、つまりが皆様にとって有意義なものになり、さらに先ほど申し上げましたように、この防災減災の意識の高揚になっている会の日の高いものがあっているように思います。今日のこの日が皆様にとって有意義になることを記念し、冒頭のご挨拶に返させていただきます。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。続きまして大会名誉会長であります神奈川県知事黒岩祐治様からご挨拶を申し上げます。ご紹介いただきました神奈川県知事の黒岩祐治です。 3.11 を忘れないこのイベントにこんなに多くの皆様が駆けつけてございました。誠にありがとうございます。今この直前まで神奈川県の本庁舎の大会議場でこの同じテーマでシンポジウムをやっていたところでありました。もう5年が経ちました。しかしまだまだ終わっていません。この被災県から神奈川県内に4000人近くの方が未だに避難されていらっしゃいます。そして神奈川県からも被災県に職員が派遣されていて、そして皆さんの復興を助けていきます。神奈川県の職員が7名、そして神奈川県庁の職員として任期付きで採用した職員80名近くを今お送りしているところであります。これは全国の都道府県の中でダントツに多い数字であります。しかしまだまだ復興道半ばということであります。その中であれだけの大きな震災、いつここに来るかわからない、そのためにはやはりあの 3.11 を我々は忘れてはならない、そんな思いを皆さんともに新たにして災害に強い神奈川づくりを皆さんともに目指していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。本日は誠にありがとうございました。ありがとうございました。本日は被災3県の行政の方にもお越しいただいていますので、ご紹介させていただきます。岩手県より坂本誠一様、宮城県より吉田圭様、福島県より中村修司様、またご講演をいただいた横浜市より横浜市会議員長梶村一様、横浜市副市長渡辺勝則様にお越しいただいております。ありがとうございます。それでは少々時間ですので、大会会長のご発声により黙祷を捧げたいと思います。皆様ご協力をよろしくお願いいたします。まだお早いようで、では一言ずつ頂戴いたします。岩手県でございます。
先ほど神奈川知事さんをはじめですね、皆様から大変温かいお言葉をいただきました。8歳から5年ということでございまして、その間、神奈川県民の方々、全国そして世界中の方々から、ご支援をいただきまして、まだまだ道半ばではありますけれども、被災地はですね、今高台県の造船が整備が進んでおりますし、浸水をした市街地のかさ上げ工事も、徐々にでありますけれども進んできております。そういった市街地には今、かつての商店街の建物が少しずつ立ち始めております。ホテルなどもですね、立ち始めて皆様がお越しできるような、そういうような環境が徐々に整ってきております。しかしながらまだまだ岩手では2万1000人余りですね、方々が仮設の住宅に住んでおります。その人方々のですね、最後の一人まで一人一人の復興ができるように努めております。変わらないご支援を今日はお願いいたしまして、御礼の言葉とお話したいと思います。本日はどうもありがとうございます。宮城県でございます。大変本当に皆様にお世話になっております。また昨年のですね、関東東北豪雨の際に神奈川県小林知事の方からまた改めてご支援をいただきまして、ここに私も東京に4月から勤めておりまして、神奈川県の方たちと宮城県のつながり、東北とのつながりというのを実感しています。宮城県もまだ4万7000人の方が活躍しております。我々行政も各県各国からいろんな支援をいただいて精一杯頑張っておるんですが、まだまだやることが山積みでございます。ただ今日のように皆さんからいただいているご支援というのを決して忘れず、特に我々県職員、この支援慣れせずにですね、一つ一つ前に進んでいきたいというふうに思っていました。ぜひ今後ともですね、末永く宮城、東北のことを皆さんちょっとでいいですから思い出していただいて、少しでもご支援いただければ、我々も東北それから日本の未来につながるようなを果たしていきたいというふうに思っております。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。福島県の中村と申します。本日は 3.11 日を忘れない開催いただき本当にありがとうございます。また神奈川県さんはじめ横浜市の皆さんにおきましても、私も福島県さらには東北の復興のために様々なご支援をいただいておりますこと、この場をお借りしまして重ねてお願い申し上げます。皆さんご承知のように福島県におきましては東日本大震災、地震、津波の被害、さらに加えまして原子力発電所の事故によります被害も今続いてございます。そのような影響もございまして、未だに10万人近い方々が県内外に避難をしております。こうした中、神奈川県さんにおきましても、先人の方、大変お世話になっております。お分かりして、また改めてお礼申し上げたいと思います。福島県もいろいろ明るい話題も増えてきておりますが、やはり今、風評の問題や風化の問題、これが大きな問題の一つになっております。特に風評におきましては、農林水産物、あと観光をはじめ、まだ震災の前に戻っていないという状況でございます。このような支援を通しまして、今回の支援を通し催しを取りまして、福島県におきましても様々な行政の方今回出展させていただいておりますので、島の良さを味わっていただければと思います。さらにすいません、ちょっと PR させていただければと思いますが、この4月から5月まで JR 東日本さんと共同で福島デスティネーションキャンペーンを開催しております。ぜひ一度島においでいただきまして、島の良さを感じ、味わって、さらには温泉、あと日本一のお酒ございますので、味わっていただければと思います。